用地域はミネラルを多く含んだ粘土質の土になっておりまして、そのおかげでとってもおいしいお米ができると言われています。新米の特徴はみずみずしくてツヤがあって、噛んでみて口の中に広がる甘い香り、もちもちとした食感、そして粘りです。新米は水分の含有量が多いので、炊くときはほんの少し水分を控えめに、あまり強く研いでいただくと割れてしまうので優しく研いでいただき、浸水時間は少し少なめの30分から40分を目安にしてください。その都度ご注文いただいて精米させていただきます。この時期にしか味わえない炊きたてのご飯のかぐわしい香りと甘みが新米の醍醐味です。ぜひ東条の新米で炊きたてのご飯を思う存分味わってみてください。